なんで全員乗ってんの。なんで全員乗ってんの。これどうやって金って言うんだよこれ。なんで今日だって。青さん今俺踏んだばっかりでしょ。無機づけ図とかしてるからね俺。ショート全然分の位置がないし。あれじゃん、とりあえず自分のさ結果で証明したいだけでしょそれ。さあ行くぞ。マジで野人で行く。野人で行きます。これは野人。いや終わるかな。それ怖いんすよ。前やった時めっちゃ弱かったなマジで。4人だとあれだよね、早いんですもんね降りるの。はい、確かにめちゃくちゃ早い。降りるの早いから、うん、やばいよ。あれこれ待って、これとりあえずこれ順番、これからこれから笛やる。はい、わかりました。そもそも俺の人格があれなんじゃないか。家行きます、家行きます。全員このフィット。2階に何かいる。はーい、バカなんだよ。よし、2階がいる。あ、2階は、あ、やばい、重いな。あ、俺チース、俺チース。あ、チース、OK、じゃあもう笛吹く、笛吹く、笛吹く。でもチェイス中に笛吹いてます。え、どうすか、立石さん何秒あります。イノシシ頑丈れ。結構持ちますこれ。結構乗れてますね。あ、結構持ちますね、意外と4人でも。いやマジで体力が込みすぎる。60くらいは持つのかな。ちなみに今まだ降りました、降りました、もう降りました。早い早いね、やっぱり4人ってやばくない。攻撃ボタンどれだっけ。攻撃？あったあった、ありました、見つかりました、つい見つかりました。はは、なるほど、あれが野人だな。カティさん、粘着する必要これ。あ、粘着できるのこれ。え、誰か救助いけます。いや、みんな多分人格一緒やから。そうか、うん、一番近い人で、うん、まだ行ってみます。俺が、はい、救助する。本当どこなんですか場所。いや、この辺に、この辺にいます。もしかして、今始発に行ったの将軍さんですか。始発、そうだよ。始発が2階ね、2階だよ。あ、2階か。あ、じゃあみんなこっちの方だ。さっき始発に走ってたの誰だろう。青さんか。ずっと2階っすよ。避けて、あ、でも火力機械終わる。あ、来た。ナイスナイスナイス。もうナイスナイスナイス。え、これ粘着粘着って言っても、まあ俺もどれっていうか、よし、折れてる。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、前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 、はい、はい。体力お願いします、とりあえず。はい。やっぱり、進まないな。遅すぎる、マジで。遅いよ、マジで。これ、やばいって、マジで。ひどいよ、この解読、ほんと。いやー、イノシシ。あれっすよ、パルサ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 。やばい、やばい。こっち。叩いた。倒れがれても、でも、いるいるいる。しかも、短いかな、だいぶ。待って、乗るよ乗るよ俺も。ああ待って、様子見乗せれました。あ、これ固まっちゃうの。なんで全員乗ってんの。なんで全員乗ってんの。なんで全員乗ってんの。マジか。あー、一発もらって。無理無理無理。うわい。さあどうする。持ち上げる持ち上げる。よっしゃー。いいね。ダメか。いや待って、もう切れる、もうダメ。もう一人、やばいやばいやばい。もう一人、もう一人は。これマジでダメだ、全然ダメ。痛い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 。誰かを解読しないとまずいでしょ。これ無理だよ。これどうやって勝てって言うんだよこれ。これ無理だよ。はい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 。粘着して。いや粘着。いや粘着いらない、粘着いらない。あ、でも爆速来た爆速来た爆速来た。もう一回救助いきます俺が。はい、うん、オッケー。これはもう人工で引き分けは全然いけるから。これだ、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 これだ。カイドクだって新規に3つありますよ。大丈夫大丈夫。いや、みんな一瞬って変わる。みんな変わるから大丈夫大丈夫。オッケー。これさ、履歴良かった方がすげえよこれ。当選もできる、当選もできる、当選もできる。アティさんありがとう。飛ばすわけにもいかない。あ、鬼没。あ、鬼没。鬼没がれた。ちょ、カティさん、なんとか。カティさん、逃げ決めます、逃げ決め。はいはいはい。はい、1行き目、1行き目、1行き目、しやつ、しやつ、しやつ。行った。行って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 。待って、外したー、無理。これ、あ、誰か、誰か、誰か、サポート。
無理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 待って、モモアさんが入れない。モモアさんも、ちょっと、じゃあ、なんとか上がるよ。お無理、そこまで。ちょりワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。無理、ワンちゃん、いけ。モモア、危ない。ワンちゃん、ワンちゃん。よし、まずは。なんで、誰か違う人が乗ってきたんだけど、ちょっと。だって、かもおさん、なんだ。あんさん、なんでおさんが乗ってんの。ワンタル。ない。よかった。ワンちゃん、無理。ワンさん、なんでジェットコースター乗って遊んでんの。遊んでない、かわいい。なんでカラス待ってんの、あなた。あ、嘘、待ってた。待って、俺。これ、どうやって勝つの、これ、マジで。わかんない。いや、でも全然ここから待ってたから。ほんと？え、嘘、厳しい。めちゃくちゃ厳しい。いけるんじゃない？どこにいんだろう。まだ将軍さん見つかってないでしょ。なんで言うの、あのさ、今俺踏んでばっかりでしょ。これアウさんかな、これ。いや違う、なんて無傷救助とかしてるからね、俺。これアウさんマジで解読してるから。無傷救助、いや救助2回してるから。あ、確かに。いや、ハンターだけ気持ちは楽だな。ゆりさんの方行った、多分。うん、大丈夫。オッケー、2階建て上がる。それ終点誰か行ってほしいかも。はい。あぶなー、あぶなー。へぇ、それ間に合うんだ、ワンちゃん。誰か笛吹いて、笛吹いて。笛、あと5秒。これ。俺笛吹ける？ダメ。追われてる。あ、追われてんぞ。やばい。将軍さん2階建てで追われてる。将軍さん全然1分の1がないし、あれじゃん。とりあえず自分のさ、結果を証明したいだけでしょ、それ。これは。解読しなくていいの、これ。だって。これまずいよ、純粋に。解読しなくていいの。オッケー、巻いたんじゃね、これ。待って、一回降りる。巻いたなら増えるく。将軍さん、そこ離れられますよ。完全に。離れる、マジ。オッケー、大丈夫だよ。あ、いや、もうハンターやってねえから、分かんねえ場所どこに。場所どこすりゃいいの、これ。見ねえ。偏ってない、これ。あ、もう巻いた。終点側だけ。はい、一台はあそこやから。いや、これ終点固まってるのきついね。だいぶきつい。大丈夫。だから俺、始発でやられたんだよ。確かに。多分、確率が違うと思うんだよ。1台上がる、1台上がる。ナイスナイス、いけるぞ、これ。本当？見えなかった。あと、ここで終わりじゃん。待って、来た。マジ。みんな乗ってる。やばい。やっぱ引き分けはいけそうだね、やつに。あー、決まった。やっそ。待って、もうあのゲート前で俺やるんだ。あ、これ風船から上がるんだ、上がるんだ。いや、俺やってない。いや、別にそれはね、だってあれじゃん。大丈夫。いや、もうないけども、心の準備ってのがあるじゃん。待って。さあ、まあこっちが勝ちましたけど、ちょっと考察してみましょう。考察です。そうですね。これ俺しかおらんでしょ。いや、二塁さんは全然怪しくなかったです。本当に。二塁さん怪しいとこなかった。俺も怪しいところだらけだったけど。
本当ほら疑えばいい人が誰かわかんない。まあみんな割れてやってたからな。いやなんて。俺を殺してくれ。さあコメント予想して。コメントも。本当です。ユミさん全然違うと思う。ただのいつも通りのユミさん。何にも何にも。なるほどなるほど。いや気持ち楽だなこれ。えでもやんだマジ気持ち楽だな。何も弁解しなくていい。そのペースさんでしょう。え、解読してた気いない。俺は青さんやと思いますよ。うん。うん。だって誰かを解読しないとさ、野人だからさすがに。でも青さんだったらあれだよ。最後だってチェイス伸ばしたら負けなのも分かってるから。そうか。さすがにやられるはず。でもカティさんワンチャン狙って普通になんか通電ひどい。何を言いますか。俺、あれなんですよね、瞬間移動に裏向きなかったんですよね。あの、あ1対1で遊んでたようで来ちゃったんで、だから変えられなかった。ああ、なるほど。ちょっと忘れてたんですよね。だから、あれもなかったし、ノーアもなかったし。まあ、俺はっていう状況でした。青さんがジェットコースターでずっと終始遊んでたから青さんかな。終始なわけがない。そうなの。どんだけジェットコースター。ジェットコースターは、あれはしょうがない。あれはしょうがない。しょうがないな、あれ。あれはしょうがない。嘘は良くない。そう、じゃあ将軍さんマジで。将軍さん全然なんかあのいつもの時勝ちに行く時みたいに位置全然言わないし。なんかいやいやもう解読してたんでひたすら。サポートする時も。いや言ってたじゃん俺。サポートしますって。降りたりだとか、あと最後の時も自分の近くでイノシシ乗ってたのに全然見向きもせずになんかあの2回だし。いやいやもうだって引き分けでこれ勝ちだから、やっぱ引き分けムーブが大事だから。引き分けで勝ちって言ってて、なんで最後逃げなかったんだよ。いやじゃあそれは二塁さんに乗せられちゃってる。あれなんか俺も言われてんのかなこれ。二塁さんに乗せられてしまったから最後。当たり強すぎでしょマジで。いや俺はそんなに。いやでも俺がチェイスしてる時になんでみんなイノシシ乗るの。いやもうね、いやみんな怪しいっすわ。そうみんな乗らないといかんかなって思って。そんなことはないじゃん。乗っててみんな怪しいっすわ。そうなんだよな。みんな乗るんだもん。わかんない本当に。分かった方が。いやこれは難しいね。まあでも行きましょう。はい。多分話し合っても一緒っすわ。そうです。お願いします。はいはい、はいうん、じゃあバドさんタイミング、ああオッケーオッケー、はいはい、バラバラちゃん。おいおいおい、初めて見たわ。すごいな、初めて見 た全員バラバラ。でんなこんな割れますかね。おいおいおい、でもニガイさんの俺はもう完全に当てつけでしょ。俺だってあ楽しそうだったもん、ジェットコースターで。じゃあ違うってさ。どうしますか。俺カティさん早かったからカティさんかなと思ったんだよ。一人ずつ乗っただけで次重すぎでしょ。一人ずつだ、あの書いたじゃないですか、うん、なんでこれを怪しいと思うのかを言うってのどうですか、うん、もう自分はさっき将軍さん言った通りですよ。チャットも打たない、チャットっていうか無一も言わないし、サポートもできるのに全然しないし。いやそんなことない、誰か。なるほどね、まあ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 、はいはい、なるほど。俺は青さんはジェットコースターで楽しそうでした。だからさ、嘘だろ。それはあれなんですよ。俺が間違えてジェットコースター乗っちゃってやられた後に青さん逃げなきゃいけなかったから、それ多分、うん、素の。もっと青さんだって自分で操作してましたよ。ジェットコースター先頭でしたもん。逃げるしかなかったし、そしたらなんかみんなボタン押すから最後まで行っちゃったんだもん。まあ、青さん確かに怪しい。確かに。いや、青さん、おいでんじゃん。おかしい。もういいや。おかしい、今の流れでおかしい。で、青さん、青さんが。え、俺だって普通になんか、ニューイさん、なんか、なんとなく、そんな気がした。じゃあ、弱いっちゃ弱いっすね、その、決定したの。いや、俺は。青さん一人が動くと、それで決まるってわけだ。これは。確かに。そうだね。うん、あと、将軍さんっすね。俺は、やっぱ、カティさん、ファーストがちょっと、いつも以上に比べて、やっぱ早かったかなみたいなとこ、それぐらいしか分かんない。あと反応、俺はもう完全にあれですからね、降りるまで待ってって感じで言ってました。まあ追い方もチェイスもなんかガチな感じしたなって思いました。鬼没でしたからね。
そうかですね。だって一発降りたと降りた時に一発と鬼没でズドンなんで。むずいな。どうします？もう一回サイト。もう一回サイト。はい、OK ですよ、OK。はい。ご準備お願いします。はい。え、難しい。だだだだだだだ。タイミングをお願いします。はい。だでな。だでな。はい。だでな。だ。はい。なんで？動かねえ。動かねえ。え？何自分たちでの？バラバラなのまた。カズさん2票。いや、カズさん2票。カズさん2票。あれもカズさんか。なんか増えてる。何自分たちで？カズさん。なんで増えたの？なんだ、アウさんかよ。どうしたどうした。ふわっとしてたからな。よかった。アウさんだわ。なるほどね。はいはい。いや、ニュルイさんなんで自分選んでる？いや、俺はもう自分かなって。おかしい。本当だ。確かに。もしかしたらメッセージ来てたんじゃないかなって。熱弁してたアウさんが怪しいって熱弁してたニルイさんが変えて、他の二人がアウさんに変えてるからね。アウさんジェットコースター楽しそうでした。めっちゃ笑顔やったし。ああそうだ。笑顔がわかんない。アウさんです。はい。あとちょっとあれなんですけど、あの俺のメールがちゃんと行ったかどうかわかんないっていうのがあるんですけどね。あ？メッセージ送ったんですけど、大丈夫ですよっていうことなんで、大丈夫ですよ。これは大丈夫ですよ。将軍さんに。ありがとうございます。将軍さんなの？遅れてましたね。大丈夫ですね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。あとどうしようかなって。将軍さんなの？はい、フレンドしときます。あと将軍さんって送っちゃったっていう。そう、してます。将軍さんってなってんじゃん。え、将軍さん何してたの？ここで訂正もあれだったんで。え、解読ずっとバチってました。ああ、そういうこと。バチもしてたんだ。バチってました。いやー、でも最後、最後は将軍さんを多分俺行かなかったから将軍さん悩んじゃったんですよ。最後の最後でもう引き分けにしなきゃ逆に怪しいまでいるっていう展開になっちゃって。まあ確かにね、あの展開も。あれがあれば、瞬間移動があれば将軍さんの方行って、もう将軍さんを買って次みたいに行けて、行けたかもしれないですけど、それなかったんで、ちょっと申し訳なかったかなと。なるほどね。いや、全然。いや、でもあれでしょ、実は、二人に送ってたんでしょ、青さんと将軍さんに。